ダイヤグラムダイヤ改正ダイヤ改正とは、鉄道、バス、船舶などの公共交通機関において、輸送力増強や路線網の変更へ対応するために、ダイヤグラムの見直しを行うことである。ダイヤ改正は、その規模により従来のダイヤを一旦白紙に戻した上で、すべてを書き換える白紙改正と従来のダイヤを基本として少しずつ修正。 追加する挿入式改正に対別される。鉄道においてダイヤ改正を行う契機としては、などが挙げられる。また、直通運転や接続を行う路線のダイヤが改正されると一緒にその路線のダイヤも改正される場合が多い。ダイヤ作成の場において、鉄道事業者としては従来設定されていない列車の登場や利用率の低い列車の廃止なども予告されることがあり、 特に営業上重要である新型車両の落成などによる優等列車の車両交代などはこの日を境として行われることが多い。一般に改正日の始発列車から施行されるが夜行列車については改正前日より改正後のダイヤで運行される場合もある。そうした場合を含め日付をまたぐ列車については臨時列車として運行することが通例となっている。ダイヤ改正により 利便性が低下した場合、利用者などからダイヤ解約と揶揄されることもある。一部の鉄道事業者やバス事業者及びメディアでも、改正ではなく、改定や変更としているのはそのためである。ただし、優等列車の本数や停車駅変更は利用者により、利害が一致しない場合が多い。停車駅削減には、 削減対象駅の利用客や周辺施設などから反発が強いため、ダイヤ上の期間となる列車種別を変更して実質的な停車駅削減を行う例なども見られる。ただし近年では内容に関わらず大規模な時刻変更そのものがダイヤ改正という言葉で定着しているという理由から改正という言葉を再び使い始めた事業者もある。ダイヤ改正を行うにあたっては、 大きな改正であれば2から3年前から検討が始められることがある。特に新鮮の開業など大きな変更がある場合には長い時間をかけて検討が行われる。これは車両や線路の設備をどのようにするかにもダイヤが影響してくるため、外略を検討しておく必要があるためである。また、ダイヤは鉄道会社にとって商品に当たるため、 経営戦略とも絡んで検討が行われる。より具体的なダイヤは、改正まで1年を切った頃から、実際の策定作業が始められる。新幹線や長距離列車といった骨格となる列車の、計画が中央で行われ、地域輸送の普通列車などはその地域を担当する支社などが行うのが通常である。作成には路線ごとの輸送需要や線路要領、車両の速度種別や、 運用効率、乗務員の運用等が勘案される。所要時間については、車両性能や制限速度に基づき地点ごとの速度を表した運転曲線から基準運転時分を定め、そこに余裕時分を加えて決めている。手順としては、最初に1時間ごとの大まかなダイアグラムを作り、その後10分ごと数分ごととダイアグラムを作っていき、 最終的には15秒単位の2分目ダイヤを作っていく。路線によっては1分目ダイヤを使うこともある。普通列車と比べ、優等列車の運転時刻が優先的に決められる場合が多い。また、線路の容量をフルに使うのではなく、ある程度の余裕を見込む必要がある。特に補線作業を行うために必要な時間を確保する必要があり、通常は夜間に、 保守前が確保されるが、主要な路線においては、夜行列車や貨物列車の運転との兼ね合いが、最大の問題となる。昼間に大規模に列車を運休して、リフレッシュ工事を行う路線もある。会社間を越えて、乗り入れが行われている列車の場合は、会社間で協議が行われる。一箇所での変更が他に影響を与えるため、何度も、担当部署の間でやり取りが行われて詳細が、 策定されてゆく。かつての国鉄時代に行われた全国ダイヤ改正会議では全国の担当者を一堂に集めて数週間にも及ぶ下案会議や本会議が行われていた。これには温泉旅館を借り切って長い時間をかけて作業を行っていたため温泉会議とも称されたが JR に移行してからは全国規模で一斉に白紙ダイヤ改正を行わないため このような光景はなくなった。ダイヤの詳細が決定すると、ダイヤ改正の3ヶ月前程度をめどに、プレス発表が行われる。この時期に発表されるのは、ダイヤが確定する時期に合わせたものである。実際に改正されたダイヤを実施するにあたっては、申請された車両の投入や、既存の車両の転属を行うことがある。これらの改装の計画も一緒に行われる。 申請車両を投入するときは、既存の車両と合わせると、車両基地が溢れてしまうことがあり、一時的に他の場所で保管しておいて、ダイヤ改正に合わせて一斉に入れ替えることもある。また、私鉄や地下鉄のように夜間に完全に列車の運行がなくなる場所ではあまり問題はないが、東海道本線や東北本線などの夜行列車や貨物列車が一晩中走り続けている。 重要感染などでは、ダイヤ改正時の移り変わりが問題となる。このために、ダイヤ改正前日、または当日に一部の列車の時刻を変更したり、運休したりして対応する。この計画のことを移り変わり計画という。また改正日には、駅の時刻表を貼り直したり、車両基地で編成の組み替えを行ったり、改正のための作業が徹夜で行われている。 近年では作業の簡略化を目的として、改正後のダイヤが確定した時点で、駅掲載の時刻表は改正後のものへの変更が順次なされ、改正日までは改正後の時刻表の上に、改正前の時刻表が張り紙で貼り出されていることが多くなっている。ダイヤ改正を実行してしばらくすると、実行してみて初めて判明した不都合な点が出てくることがある。これは、 乗り換え接続の問題であったり、特定の列車だけ遅れがちであるというような運行上の問題であったりする。こうした問題を解消するために細かい時刻修正が行われることがある。日本の鉄道早々機では、親とい外国人のウォルターページによってダイアグラムが組まれたとされる。1890年代からは日本人技術者によってダイアグラムが作成されるようになり、 その都度ダイヤ改正が行われることとなった。旧日本国有鉄道では数年起きに白紙改正が実施されていたが、その中でも1961年10月に実施された通称三六等や1968年10月に実施された通称四三等と呼ばれるダイヤ改正は有名である。国鉄時代は10月にダイヤ改正を実施することが多かった。 これは、繁盛期を避けることや、天災の被害の可能性が小さいこと、乗務員の訓練が十分に行われているため、適した時期であったためである。2010年代以降は、JR 各社のダイヤ改正は3月頃に行われることが多い。改正の曜日は通勤、通学に影響を及ぼしにくい土曜日、ついで日曜日がほとんどである。これは、官庁が年度末であること、 民間企業にとっても、決算月が多い事情から公約の期限として、開業や開設目標が集中している要因があるためである。JR 各社の改正はその会社の管轄が広い、ことから影響を受ける範囲が大きいため、関係する私鉄やバス事業者も同時に改正を行う、ことが多い。国鉄分割民営会以降2010年代、初め頃までの間は、 JR グループは各会社ごとに独自でダイヤ改正を実施することが多かった。東日本旅客鉄道では1993年から2010年までは12月上旬に独自でダイヤ改正を実施していたが、これは旅客輸送が最も閑散な時期であり、混乱があっても影響が小さい時期であるためである。北海道旅客鉄道も2013年までは10月に、 ダイヤ改正を独自で実施していたが、2014年以降は、他の JR 各社と同様に3月に実施することが多い。四国旅客鉄道では、ダイヤ改正が実施されない年もあった。東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道、日本貨物鉄道でも、独自のダイヤ改正を実施することがあったが、2010年代以降、基本的に毎年3月頃に、 各会社まとめて、ダイヤを改正する。その他、大手施設などでもダイヤ改正が行われる。大手施設のダイヤ改正に関しては、以下の各社の該当記事を参照。バスでも、運行本数の増改限界、時刻変更を行うことを、ダイヤ改正という。路線バスにおけるダイヤ改正は、需要の増大などにおいて、バスを増回させる。 新規鉄道路線の開業に伴い運行路線を再編する、営業所移転に伴い系統を再編するなどの理由により行われる。また都市間バスの場合には高速道路の新規開業など空港連絡バスの場合にはフライトの時刻変更によってダイヤ改正が行われることがある。船舶でも運行本数の増便、減便、時刻変更を行うことをダイヤ改正という。 船舶におけるダイヤ改正では、選手変更により行われることもある。ダイヤグラム自体が存在しない、航空機では、一定の期間の運行スケジュールによって、フライトの時間を、その都度決定する方式であるため、運航本数の増便、減便を行うことを、ダイヤ改正と公に述べる会社はないが、一部の外部の記事では、ダイヤ改正という語句を用いる。また、 航空会社各社では時刻表を更新することによって運航本数の増便、減便を利用者に知らせている。ダイアグラム国際列車が多数運転されているヨーロッパでは鉄道のダイヤ改正は多くの国で一斉に実施される。近年の傾向として国際列車が関係するダイヤ改正は毎年12月中旬に最も大きな規模の改正があり、6月中旬に それに次ぐ規模の改正がある。高速鉄道の開業も、むねこのダイヤ改正に合わせて実施される。例えば、2006年12月10日の改正では、ドイツのニュルンベルク・インゴルシュタット高速新線が、2007年6月10日の改正では、フランスの LGV 東、ヨーロッパ線が開業している。ただし、国によって改正日がずれることがあるほか、 上期以外の時期でもダイヤ改正が実施されることもある。2001年までは夏ダイヤの開始が5月、最終日曜日、または6月第1日曜日、冬ダイヤの開始は9月末から10月初めであり、冬ダイヤより夏ダイヤの改正規模が大きかった。国際列車のダイヤを協議するため、1872年から国際時刻表会議が定期的に開催されている。 ありがとうございます。